おお、この時点でやばいでしょ。結構ね、感覚人と違うかも。田中将大選手は精度がすごい、すごい。さっき川端由紀選手が出たんですけど、うん、実はお兄さんは僕たち2人あのヤクルトで一緒にやられてる川端慎吾選手なんですけど実はそうだったんですか。今のカメラの前で喋ることに緊張したのか、川端慎吾に対して緊張したのか、どっち？緊張とかじゃないけど、なんかどういう入りしたらいいか分からない川端由紀選手の話をね、さっきした中でこう慎吾お兄ちゃんがね、はい、おるからね。どんな人？強し、どんな人？僕は一つ上で、あ、慎吾のが一つ上なんだ。一つ上なんですよ。で、僕がまあプロ入った時は、うん、言ったら高卒1年目と2年目じゃないですか。で、まあ、実際川端慎吾っていうその選手は僕は知ってたから、高校時代から、いろいろこう寮でのやり方とか、うん、先輩に対してのこうとかいろいろ教えてもらったりとか、バッティング技術がもうすでに飛び抜けてて、なんか同じ1個上でもなんかもうすげえなっていう感じ。剛が入った時にはだから慎吾は高卒2年目か。2年目これもうかもう1軍出てたし。あ、そうか。 1年目から1軍で何試合か出てたし。そうだ、やっぱあれですよね、2015年優勝の時の、うん、はい、川端今並の左バッター、うん、貢献しますよね、優勝にめっちゃ大雑把じゃない、ざっくりすぎ UA もおったし、左バッターそれこそ上田剛もおったし、ざっくりすぎるやろ、はい、中位打者取ったのって2015優勝した年じゃない。中位打者慎吾の、そうです。いやもうだからやたらとファール打つんですよ、ピッチャーに一番球数1年間に投げさせたバッターが多分慎吾さんだったんですね、その年。あ、その年の、はい、ずっとファウル打ってたじゃないですか、うん、だからあの日ハムの中島選手みたいな感じで、うん、でもタクちゃんの中島タクちゃんの場合は、うん、あのファウル打ってファーボール取ったり、まあ、最後はちょっと凡退したり、うん、川端慎吾の場合はファウル打ちながらヒットにしている、そうそのピッチャーが決め球というか、これで抑えたろうってやつを全部こうファールにしていって、ちょっとやっぱ甘くなってきたものをヒットにしていく技術ってやっぱすごかったんですよね、うん、すごかった。今も現役ですっごい技術発揮して、まあ代打ですごい成績残してますけど、うん、まあ、これ配信される時はですけど、配信終わった後はスタメンで出てるとかといろいろあったら、ちょっと時系列で大丈夫ちゃんと絶対代打だから大丈夫、腰に持病抱えちゃってるからもう、うん、僕のイメージですけど、ちょっとこう川端慎吾ってルックスすごいいいんですよね、うん、見たことあります、うん、あります、あります、あります、はい、でルックス良くてなんかこう物静かというか、うん、そんなイメージがあるんですけど、実際試合になったらめちゃくちゃ熱いですからね、うん、ずっとロッカーの裏でもうひっくり言ってますからねあんなマジであんなとこ投げられたらほんま厳しいって、次ほんま絶対打ったろかなみたいなことをずっと言ってますからねうわ熱っみたいな。いやバッティング技術は本当すごいです ね本当に。なんかツーストライクとかに追い込まれたら、はい、結構もう嫌じゃないですか。嫌っていうか、まあその、まあ、誰でも嫌なんですけど、なんかどうしちゃおうみたいな感じないですか。まあそうですね、なんかこういろいろ考えちゃいますよね。厳しいところ打たなきゃとか、うん、あの時はね逆に追い込まれた方がいいっていうぐらい、それぐらい多分ファ何でもファールにできちゃうっていう技術の自信もあったし、はい、僕も何回も教えてもらったんですけどね、なかなかできなかったですね。あとこれやっぱ慎吾って、川端慎吾ってバッティングのことすっごい注目されるじゃないですか、うん、はい、これね僕移籍してヤクルトスワローズに移籍して思ったのが、慎吾ってやっぱ守備もめちゃくちゃうまいんですよね、うん、見た目がみんなを魅了するような守備をするわけじゃないから、やっぱちょっと地味で、ただ取ることに関してはやっぱめちゃくちゃうまいし、で肩はそんな強くないけども送球の正確さっていうのはすごくいいんですよね、うん、で若い時にショートやってる時の守備率とかすっごい高かったはず。内野手だから、やっぱバッティングも気になるんやけど、やっぱり守備率とか守備に関しては僕は目にがいくんで、うん、六角さんどうですか、内野手目線って結構そういうとこって。もう守備は、ね、はい、私も守備ばっか見ちゃいますね、うん、ですよね、うん、だ源田選手のどこが好きと言ったらどこが好きですか。でも守備ですよ ね、 やっぱ、うん、入観、入観のそのギリギリの、怖いよね源田選手。完全に源田選手って言ってしまったから、もう守備って言わしたようなもん、ね、本当に頑張ってほしいとか、まだまだできる。去年はちょっと怪我で苦しんでたところ僕も見てたんでね、でも今年なんか復活してる感じあるんで、うん、
はい、頑張ってほしいですね。僕はまだまだ成績残せますからね。普通に怪我とかなかったら特訓2000本打ってますからね。多分、いや多分怪我とかなかったら特訓2000本は打ってる。それ僕言いましたさっき。もう本当好きこれこの やり取りずっとやってた芸人自分が先にやったんや。違う違う変わってないですね今並さんは。ちなみにまあ、今慎吾の話とか現役の選手出たんやけど、対戦してみたい選手って俺今現役で強しがもし、いや僕はちっちゃでいいですよね、うん、いや僕ね1回あるんですよ実は対戦あるんですけど、うん、まだまだその時はっていう強しがまだ対戦した時はそんなにその完成されてない投手だった。はい、もう分かりますよね。分かった誰ですか。田中将大投手。いや、あ、斉藤佑樹投手だ。なんで違う違う斉藤佑樹は違います。甲子園でやったんじゃない。甲子園でやりました。甲子園でやった、はい、マー君も高校の時やりました。お、確かにマー君の、全盛期もやってみたかったんですけど、うん、僕は大谷君ですね。お、大谷選手の今のね大谷翔平スプリット、お、絶対振るだろうけど振ってみたいよ逆に。空振りしてみたいですよ確かにね、はい、すげえんだろうなって思い出になるよね、はい、大谷君のプロ1年目の時に対戦、うん、経験あるんですよ僕実は。あ、そうなんや、はい、その時も確かにすごいですけど、うん、やっぱ今の方がさらにスケールアップしてるから、うん、対戦してみたいなっていうのがありますね。お、ちなみにその時の結果は気になりますよね。誰の誰の大谷くんですか、うん、バント2つですあ、なるほどね、はい、送りバント2つしてだからゼロ打数ゼロアンダーゼロ打数ゼロアンダー。今並さんは対戦してみたい現役の投手でしょ。今何年ですか現役終わって。2007年、17年に辞めたのかな。ということは3年結構経つ、もう4年ぐらい経つ。でもその3年間で結構おこいつっていうのが出てきてるでしょ。山本由伸。おお、やばないってほんまに。山本由伸はやばいですよ。やばいよ、だってグローブこうやって出してねんでこの時点でやばいでしょ。中指出しですか。感性が違うってことでしょ。そう、普通こうじゃないですか、はいはいはい、じゃなくてこっちなんですよ、結構ね感覚人と違うかも。だいたいピッチャーってどうですか、こう人差し指出すじゃないですかグローブって、うん、もうこれが当たり前だって常識として僕らも刷り込まれてるんですよね、うん、ってことは手指のこの力の伝え方ってもうこうやるべきだっていうものもインプットされてるはずなんですよね、うん、無意識のうちにグローブをはめた時から、うん、でピッチャーってこうやって手を使うんだとかって、これここの指を出すってもうこれ感性だと思うんですよね、うん、だってここ出してもいいわけじゃないですか、それをわざわざここを出してるんですよね、うん、ってことはやっぱり使い方が入れ方が多分違うんですよね、おそらく、うん、この感覚であのスボールってこれ絶対秘密あるはずなんですよ、うん、僕思うんですけど。ちょっと僕も山本由伸に変えていいですか。やっぱり確かに山本由伸対戦ないなと思って。いやだってあれまっすぐまず速いでしょ、150は超えてくるでしょ、158とか出ますから。でスライダー、カーブ、カット、スカット全てが超一級。フォーク151出ますからね。対戦して、まあ、もちろん今の僕が引退して結構経ってますから全くね手も足も出ないですけど、現役でも一番仕上がってる時に立ったとしたらどんな感覚なんやろうなと思って。いやすごいと思います。あのね全部すごいんですけど、うん、特にカーブが、カーブって大体110キロ台ですよね、うん、でも125とか出るんですよ。でめっちゃドロップみたいなギョンって速いんですよ。あれどうやって投げてんだろうと、いつもスローで見るけど。カーブ投げますか。投げます。はい、山本由伸投手の映像見たことあります、はい、カーブ投げてる映像。カーブってどういう風に投げます。こう指にこうかける感じですか。2個あって、はい、そのちょっと斜めにというかその指にかけるやつと、はい、なんか抜くっていうか、はい、なるべく縦回転で投げるみたいな、うん、それはちょっとスピードめっちゃ落ちるんですけど、うん、それを使い分けてみたいな感じです。なんかナックルカーブで投げてるのかな。なんかおそらくそっち系やと思うね。ナックルで投げてるのかな。なんかね指が立ってんだよなこの辺が、うん、なんかこういう風にカーブ投げられるんですか。普通のカーブはこう持って、はい、こうひ ね, はいはいはい、ひねるというか引っ掛けるんですけど、はい、あでも自分こんな感じで投げます。じゃあこんな一緒かも。これで立てるんですよね。ポンって抜いてる感じですか、はいはい、だから映像見ると本当ねボールより手が先に行ってるようなボーンってでこうグーンって曲がってるから普通のこと言ってるけど俺もあれってバッター目線で言うとあのカーブってもそもそも緩くてドロンってくるからタイミング取りづらいとか、おそらく山本投手のカーブって速いからスライダーのようにタイミング取らないといけない。でもカーブってポンって抜けた時点でタイミングってゆっくり取るってもう染みついてるから取った時点で刺されてる。
でこの辺に多分壁があってここにカンカンと落ちてきてるからどうしようもないのかなって思うよね。でもその感性とかいろんなものもちょっと打席に立って感じてみたい。でおそらく自分にとっても情報っていっぱいその新しい刺激とかあると思うからっていう意味で山本投手変えます。僕も山本投手に変えます。一番やったらいや実は僕ね地元の後輩なんですよ山本由伸投手がね。あそうなん。そうこの前、うん、山本由伸投手から、うん、あのインスタで、うんメッセージが来まして、はい、僕もフォローしてたんですね、はい。でなんかフォローありがとうございますみたいな、ほうほうほう、あの YouTube いつも見てますみたいな、そうなんや、来てで ありがとうみたいな感じで送って、実は僕あの小学校の時に、うん、新幹線で上田さんに写真撮ってもらったことがありますって。小学校の時、そう山本由伸投手が小学生の時に、あ剛がもうプロ野球選手になってんだ、なってるそんな年の差あんねや。そうマジかと思って、うん、YouTube 出てよっていうような、はいはいはい、まあ、下心ありありの、うん、まあまあそこはね返事をまあしたんですけど、うん、そこはもう皆まで言わんでも分かっとる、はいはい、確かに対戦してみたいですね、うん、山本由伸投手。逆にいますか NPB のピッチャーでちょっと対戦してみたいピッチャーいますか、うん、私は何人かいるんですけど、はい、まあ、田中将大選手はもうなんかすごいっていうのがずっともう甲子園の時からだったんで。田中さんあるじゃないですか、まあ、対戦大さんある僕あります。なんか聞きたいんじゃないですか、どういう感じとか。うん、なんかやっぱ迫力がすごいなっていう感じがすごいんですけど。僕は高校の時もう投げてオラ投げてオラってずっと言われてましたよ。オラってずっと言われてましたよ。もうそのイメージがありません。もう暑いっていう感じが。対戦何打席してんのかな、まあまっすぐとあとフォーク、うんうん、スプリットかな、うんうんうん、あれがもう本当にあの精度がすごいあのまっすぐと同じ軌道できて、だいたいフォークってアバウトに投げるものだと思うんですね。真ん中付近に振ってください、うんうん、でまっすぐと思って振ったら落ちて空振りしてますよってボールだと思うんですよね。田中投手のフォークってインコースアウトコースきっちり来てるイメージがある。でまっすぐもそこに投げてくるから、唯一チャンスあるのってコントロールしてくるまっすぐかなって。でそれをあ来たと思って打ちに行くとそれがフォークなんですよね。この見分けがつかない、途中までは一緒なんですね、うん、軌道が。でこれがコースにきっちり来るから、うん、ちょっともうインコースまっすぐだと思ったらフォークかよみたいな、バカされたみたいな感じ。おっしゃ捉えたと思ったら、だいたいフォークってよっしゃ捉えたじゃなくてフォークだって打ちに行くもんなんですね、はい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 、バッターっておそらく、うん、でこれがまっすぐだと思って振ったらそこにないっていう、あれあフォークだったんだっていうのが田中投手のスプリットフォーク。分かんないんですね、うん、本当にそんなイメージですかね。佐藤さん投げてみたいバッターっています？投げてみたいバッターですか、はい、投げてみたいバッター、もしくはこのバッターだったら完全に抑えれるでしょう。それ上げたら面白いですよね。そういうメンタルになるためにまずあの上田さんと勝負して、あそうです、ね、僕で一回自信をつけてもらって、はい、私はもう簡単完全に抑えれるバッター、パンパンパンで終わりだから。対戦してみたいバッターってどうですか？高校生ぐらいの時に武信之助さんとあのファン感謝祭で対戦したんですよ、なんかもう立ってる雰囲気もプロ野球選手みんななんですけど、もうどこでも打つじゃんみたいな、ちょっと怖いですね、逆に投げるのが怖いなって。大谷君とかね、投げてみたいですよね、一回どこまで飛ばしてくれるんだろう。頑張っても120キロぐらいしか出せないんで、もうバッピみたいな感じでポンって打たれそうな気がして。おそらくこれって120キロぐらいのがチャンスあると思うんですよ。あ逆にですか？いや本当にいいバッターであればいいバッターであるほどチャンスがあると思います。だ逆に今の強しにそこそこ打たれるかもしれない。ちょうどいいちょうどいい、120キロちょうどいい。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。